で、ハリア。おはようございます。あれが噂のマーティン。噂のマーティン。よーす、マーティンさん、オラオラ、コメスタ、元気トン、どうもどうも、イエスマーティン、イエス、僕らはツーベース、はい、ホームラン打ってないよ。お、おどす、お少しです、お久しぶりです。元気、はい、順調ですか。順調です。先発に転向して、まあ、前も先発してましたけどね。本格的に、さあ、キクリン、北海道から宮崎へ。さすが、土産省、土産気温差で体がびっくりしました。だよね、めっちゃ蒸し暑いよね。ああ、フェニックスでどんな課題を持って自分で経験した、その経験値っていうのはたくさんあるんで、どんな時でもしっかりできるように。で、最後の方ちょっと自分の中でフォークの感覚があまり良くなかったんで、その一回感覚研ぎ澄ましてまたやっていければいいかなと思っています。OK です。勝手に見た、はい、勝手に見た、あ、ちょっと、はい、あの誰に聞けないかなと思って、お前から、よし、高野持った下、あ、じゃあ誰に似てるって言われてるの。サムラさん、あとチョコプラの松尾です。あ、なるほど、皆さん覚えてます。おはようございます。本日から、吉井監督、阿部一さんマネージャー、選手数名、合流しておりますので、よろしくお願いいたします。今日合流します。シーズンも終わって自分のやるべきことに集中できると思うんで、ガンガン自分高めて、来年ここにいる人が一人でも多く自分で投げられるようにみんなで頑張っていきましょう。最後知らんやオッケー、最後どうした、投げ割りもやべ、取れなかった。僕ですか。今シーズン振り返ってもらって、今シーズン振り返ってもらって、あ、僕がすか。プロの世界、うん、初めてなんで、うん、難しいことだったんですけど、うん、まあ、やっと慣れてきて、うん、自分の課題にやっと向き合えるようになってきました。どうですか、この先輩は。尊敬の眼差しです。本当にだってです。めちゃくちゃ舐めてます。ちなみに課題ってどんなところですか。コントロール、今の課題ですよ。うん、でそれに修正しながら、はい、いいところ伸ばしていくみたいな、そういう感じです。です。じゃあ2年目楽しみにしてます。はい、頑張ります。マリンデビュー。はい、どうなんで、根本さん。チョコプラ根本さん。はい。早坂さんのいいところは。いや、もう球強いところです。球強い。球強いです。へえ、はい。あと、いや、スレーザーもしっかりキュッて曲がるんで。あ、そうなんだ。キレの良さ。めちゃくちゃいいと思います。楽しみだね。じゃあ、あと何かあります。あと、うん、どん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 、まあ、あと気合です。気合があるの。はい、気合あります。吠えるタイプ、もしかして。いや、吠えないんですけど、なんかその、うん、内に秘めた感じの気合がある。静かな投手が、静かな投手、この大人そうな顔で。そうですね、しっかり内にあるものある。はい、課題の変化球についてはどう思われてますか。もうあとはストライクゾーンに投げれば絶対に抑えられるっていう。そうですね、いうタイプだと思います。だってさ、ありがたい言葉。じゃあ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ストライク入ってなかったもん。楽しみです。みんな野球上手。今の子は上手です。はい。どうだ。加藤、デビュー、一軍デビュー戦どんな感じでしたっけ。
自分デビュー戦は解説者の自己紹介っていうか紹介してる間にノックアウトされたでしょ。テレビ中継やったんですよね。テレビ中継やった。始まる頃はもういなかったってやつですか。いなかった。苦い思い出です。びっくりしたな。ストライク1個も入れんかった。その後意識を変えたんですか。なんか自分で濃厚の意識なかったんで、高校の時そんなフォアボール出すタイプじゃなかったし、なんでやろうなんでやろうって思ってた。東尾先輩の真似して投げ出してからもうちょっとストライク入るなっていう。はい、よいしょ。ラッキー。大丈夫。元気ですか。元気やってますよ。マーティンス。My friend. My friend. My brother. My brother. My brother. Oh. You my brother, man. Hello. Nice guy. What is it? No, nice guy. Japanese. 日本語. 日本語. Japanese. Oh, something Japanese? Yeah. Oh, hello. 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 Nice. So, Kaku-san. Yes. いいですね、みんな。はい。頑張ってますね、みんな。頑張ってますよ、若手は。手たちはどうですか、一回一軍経験して。はい。手たちいいですよ。いいですけど、なんかウエットで張ってるみたいです。あ、そうなんですか。はい。結構上からしてますよね。はい。今すごい上とも結構追い込んでやってるみたいな。あ、そうなんですか。はい。上半身、全体。上半身も下半身も。へえ。コーチは上とも。もちろん。やってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、一軍の経験を経て、このフェニックスリーグでは、まあ、どんなこと、課題の2試合出させてもらって、課題も見つかったんで、それをフェニックスで克服していきたいなと。具体的にはどういうところか。そうですね、やっぱりバッティングでストレートに思ってる以上に刺されていたんで、あ、なるほど。それをちょっとこのフェニックスで、どういうところか。結構ウェイトもやってて、栗原さんが言ってました。ウェイトした、その日ちょっと結構動かない日あるんで、体が張ってて。パンパンで。はい。まあ、それはだんだん。その中でも、はい。慣れていくしかない。そうですね。M さん。うっす。うっす。なんかホームラン打ったらしいじゃないですか。はい。どうした感触は。気持ちよかったです。手足見てた？見ました。どうだった？どんなあたり？ライナー性でもレッドも。おお。伝わった。伝わってました。あとフェニックスでホームラン打ったんです。フェニックスホームラン打った。はい。いいね。ライナー性でネットに突き刺さったらしいです。安田みたいなもんやな。あのクライマックスシリーズの、確かにそうですね。今度は本番で打たなきゃな。はい。頑張ってください。なんかおすすめドリンクあるんですか。わかります。あ、そうです。すいません。よし。宮崎でどんな感じで。もうバッティング、しっかり向上できるように、やっていきたいと思います。宮崎でも熱く、熱く、引っ張っていきましょう。そうですね、やること変えずに声出して頑張ります、お願いします。ゲッツ。上から結構降りてこられた選手多いんで、戦力アップしてるんで勝ちましょう。よし、いや、タイガOkay.